は始まるときどんな人が分かるんですか？あ、なんか、こあ 今, これ 今始まりました。こっちが、オレンジになったら、じゃあ今オレンジってことですか？あ、オレンジ始まったで ところです。ありがとうございます。もうまなめさんが本当によかった。デージ面白い。よかったです。乗ってくれるからなんか。いやでも私も受ける、笑ってくれる。本当ですか？いやー、いろんな人につなげられてよかったなと思って。ねえ、でも楽しかった、はい、マジで。よかったです。本当に、まさかトッコ見るとは思わなかったです。でもね、いいリアクションで言ってたよね。クレちょっと前にその話、ね、ちょっと話したんだ。私がたまたまポロッと、話して、今日誰来るのみたいな話になって、ハジツさんと、みたいな。ハジツさんもでも遅れるみたい、みたいな感じでポロッて言ったら、ハジツみたいな感じで、トコさんが隣にいたんで、ハジツさんって言ったら、もしかしてみたいな。みたいな。そうだよね。一人しかいないし、ハジチって言ってる人は、人物はね。もう何をみたいな感じですけど。じゃあ、そうでした。はい、どうしたんですか。じゃあ行きますね。はい、お願いします。時刻は10時半を回りました。ハジチの戸締まりの時間です。今日の MC、私ハジチとミキさんのまなみです。はい、よろしくお願いします。でこの番組はメッセージを募集しています。でメールアドレスは797@fmkinoman.com で、また FM キノワンでは、ツーキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。で FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。でツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。でまた、なんだスマホの場合は、はい、アプリとリスンラジオ、はい、またはマイチューナーラジオで聞いてください。でパソコンでお聞きの方は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらの方もお楽しみいただきながら見ていただければなと思います。で今日は収録放送。はい、収録放送です、はい、でございます。なんか久しぶりな感じが、この前再放送で、はいはい、はい、あ、そうかそうか、お願いしたんですよ、ちゃんとね、はい、再放送、そうそうそう、ちょっとね、講座か、もうそう、講座をやっとやる気になってきたので、募集をかけて、はい、講座っていうのは、うん、ちょっとあれですか、そう、実さんがやってることの、はい、の、そう、あの講座、まあ、座学はないんですけど、難しい座学はないんですけど、結構この感覚の方でこう研ぎ澄ませて、はい、なんだったっけ、よくみんなでね、チャネリングとかね、霊しかわかんないけど、読み取ったりなんかそうやったりとかする、それをちょっとそうやっていく感じです。まあ、まずは自分とつながるっていうことですよね。自分の方の感情とちゃんとしっかり受け止めるっていうところの方を、もうある程度徹底的にさせます。はい。じゃなんか実技みたいな。そうそうそう、それが多いですね。またお外の方に行って。はい、エネルギーワークをしながら、まあ、ちょっと遠足気分みたいな話こんな感じ、そう、行きながらいろんな感じ方をしてもらう、はい、でそこでやっぱりちょっとなんかね、はい、ちょっと不要な感じのものでついたりとかする人もたまにいますけどね、
あそこはもうお得意な分野なので、はい。はい、あ、その時は、はい、私が浄化しっかりとケアします、ね。浄化して、はい、安心です。そういった意味では、はいはいはい。だからそんな感じでエネルギーを感じていくっていうの、単なるエネルギーだけど、うん、また全然感じ方が違うから、うん、そう、それをもうね、とにかく研ぎ澄ますみたいな形で徹底的にやってもらって、その後にまた、いろいろと自分とつながりながら、相手のことも見るっていうこともちょっと練習がてらしながらということで、うん、はい、浄化のやり方、うん、消化の仕方っていうのをちょっと教えてる感じです。だからこれをみんな持ってる、みんなね、なかなかそこの方にたどり着けないから、はい、うん、それはなぜかっていうところの方をまた自分、私の方でクリアにしていって、うん、だんだん研ぎ澄まされていくので、うん、これをできるようになったら、うん、ね、家族の誰かでもさ、あ、うん、そう、ね、も、うん、持ってる人でも、してても、いたら、そう、ケアが、感情のケアができるから、うん、もう、本当は、うん、一家に一人欲しい。そうそうそう。そう、だけど結局家族の方見てても、はい、相手の許可がないと絶対見ちゃいけないってことは言ってますけど、うん、ダメだね。スイッチは自分で。うん、まあ、この切り替えオンオフのオンオフで、ああ、そうそうそう、そうやったりとかしたりとかするね、うん、うん、相手が例えばシャットアウトするみたいなのってあるよね、うん、全然ちょっと見えなかったりとか入るまで見てほしいって生きてるけど、やっぱりちょっといろいろとね抱えててる方がいらっしゃるから、はい、急にはね、うん、思ってて来てはいるけど、うん、そういうのもあったりとかするよね、うん、うんうんうん、サイトがするから、まあ、とりあえずそこはそこでまた見ていくんだけども、うん、ってことをする感じが、はい、そういう講座を、そうです、そう、やりはやっと、はい、はい、全然今までやる気ゼロだったのでやり始めた、やり始めた、やっと半年ぶりぐらいかな、はいはい、なったのでやり始めました、うん、だから今回だからですよ、あのこの間言ってた、はい、今受講生今4人なんですけど、はい、1人はそのなんだった、この間幕張メッセ行った時のお客さんが今受講してます、はい、あ、ズームでね、はい、ズームでズームで、そう、ズームでズームであれば、ズームで、そうそう、だからすごい、うん、でもなんか話聞いてたらそういうパターン多いですよね、やっぱ受けて実際に、うん、はい、あ、そっか、そのお客さんとして来た人が受講するみたいな、そうそうそう、うん、やっぱそれが多いよね、やっぱりみんな変わるもんね、うん、こんなに内側のエネルギーが、うん、感情がクリアになったら見てる現実が変わってくるから、うん、なんかこんなに変わるし、今までが自分がこんなうちんちゅうになってたのに、うん、それが全部解放されながらね、事柄も変わっていくから、やっぱりちょっと教えてくださいになっちゃうよね、うん、そうよ、実際に実感してるからもう、うんうん、だからそう、ちょっと教えていただけませんかっていうのがあったりとかしたので、うん、そう、それでやっている感じ、うん、うん、はい、はい、あ、ですです、今収録ではあるんですけど、はい、ツイキャスで配信をしてて、うん、コメントが、来ております、あの大好きなマシャイ、はい、武蔵さんから、はじちさん、びきさん、のまなみんさん、リスナーの皆さん、こんにちは、しゅい、ラジオ収録&生配信お疲れ様です。いやー、嬉しいです、本当に武蔵さん、マジで嬉しい、わっしょい、まさかここにも共通する方のわっしょいがいらっしゃると思わなかったから、そのあの感覚がね、はい、うん、嬉しいです、本当に、はい、そして、はじめましてのラントさんからも、はじめましてと聞いて、ありがとうございます、ボケればよかったから、いや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 、とんでもございません、わしょい、わかんないけど何でもいいです、はい、いやいや、もう本当ラントさんありがとうございます、もう本当、あ、そして、うん、実はこの前の再放送を聞いた方からメールが来てて、はいはい、あ、多分生放送の時にも何度かメール、うん、くれてる方なんですけど、うんうん、トロピカルスクリュードライバーさんっていう、あの北海道、あ、いや、違うか、お母さん が, あ、かんが、あの亡くなられてみたいな、うん、はい、先週メールしたものですということで、
突然ですが、皆様は第五感、あ、第五世界は存在すると思いますか？春に旅立った母との夢を見ました。幼少期、ある動画では個人が近くに来てるとも言うというのを見たということです。ああ、夢に出てきたらその時に近くにいるということ。ああ、というふうな形で聞いたってこと、見たってことですよね。か何か前で YouTube の動画とかで、うん、そういう話をしてたんで、うんうん、今ね、いろいろと情報あっちこっちね、いただけるからね、ありがたいですよね。うん、あ、そういうことなのか、ね、という形でね、なるのか、うん、私は分かんなかったんですけど、またお前おっかなんてどういうことだよみたいな、お前みたいな、お前だみたいな、なんでもわからね、おっしょい、またカメラ目線、もうデジやばいもん、最高だと思います。ね、すいません、ポリポリ、ポリポリ、そっか。第五の世界は、ね、やっぱ存在。ね、するんですか、皆さんどうなんでしょうかね。私もあると思いますよ。ね、私はのとか第六感とかも言うじゃないですか。なんか言いますよね。うん、なんかそういうのもね。またわっしょいで言おうとしてる。予感がわっしょい。さすが、さすが。もう分かって、見逃さない。もう分かってらっしゃる。そうそうそう、なったりね、そうだよね、確かに確かに、はい、あると思う、でも確かに、なんか私めっちゃおばあちゃん子だったんですけど、うん、おばあちゃん亡くなってから結構もう何ていうんですか、半年とか1年くらいはちょくちょくなんかおばあちゃんの夢を見たりとか、あとなんかたまにやっぱりその1年一周期とかしたタイミングとか、うん、お盆の時とかに見たりとかっていうのはあったなと思って、あ、すごい、タイミング的なものもたまたまとかもあると思うんですけど、うんうんうん、なんかやっぱ重なるとあれですよね、うんうん、そうだったかな、なるほどね、そうか、ちょっと待ってよ、っていうのが、なんか思い返すとちょっとそんな感じするんですけど、なるほど、今、ハゼツさんがね、ちょっと見落としちゃうけど、全然集中できない。全然集中できない。だけど、そうですね。そうですね。やっぱりね、その近くになんか来ているっていうのがあるみたいですよね。みたい。そう、そういうふうな形を持ってくれてありがとうっていう気持ちもなんかあったりとか。やっぱり相手のね、方にとって、亡くなった方にとってもやっぱ嬉しいんでしょうね。よく言いますよね。その生前ね、一緒にいた時のこととかね、話とかしてくれるとと ね、喜ぶみたいな、ね、今見てもなんか、お、うん、そんな感じで言ってる。だから、そうそう。だからちょっと確認してみようかなと思って、ちょっと今、目つぶって。ちょっとこっち書いといて、もう。今、めっちゃでも、たまたまというか、来週くらいがちょうど命日なんですよ。おばあちゃん。お、来た。おお。おお。そう。だからやっぱね、本当にたまに、この前はおじいちゃん家でお盆みんなでやって、でその時にもなんかちょっと、ね、そういう話がやっぱおばあちゃんの思い出話みたいなのが出たりするじゃないですか、ああいう場って。だからでもそういうのってやっぱ大事なんだなっていうのを、すごい感じました、ね、なんかこのそういう思い出話したら喜ぶとかっていうのってやっぱ、あるんだなって。今多分おばあちゃん来てると思う、はい、うわってこっち、嬉しいみたいな感じ、すごい、イエーイ、嬉しいってでなんかわっしょいわっしょいわっしょいの娘さん来てますよ。はじつさん、まなみさんに質問。夏といえば暑いので怖い話で涼しくなるテレビのバラエティでも放送されたりしますが、心霊スポット、お化け屋敷、おやすみ役、どちらが寒く感じますか？いける、デイジック。どうしよう、デイジナイブどうしようか。どうしようか。ジャージかな。ね、多分確かに一応
感じるよね。うん、かもしれない。私なんか心霊スポットとか一応怖いの苦手なので、なんか寒いとかっていうより、うん、なんていうんですか、恐怖を感じる。はいはい。うん、感じるよ、ね。あるよね。そうそう。なので寒さを感じる。感じるとかないよ。なんだろう、ヒヤッとするからか、うん、だからなんか、うん、あの寒さを感じるって感じになるのか、うん、ね、あの、ちょっとか止まる、ヒューみたいな、ヒューみたいな、この間と同じようにこうか、こうトニーさんのね、トニーちゃんのトニーさんのこう自分でやるみたいな、こう顔効果音好きだからさ、効果音大好き、大好き、うん、大好き、マッシュイ、マッシュイ、マッシュイ、いろいろ全部で何をですね、ラジオにぴったりですね、よかったよかった、はい、よかったよかった、ということでちょっと結局、はい、あ、もうね、はい、そうなんだ、あっという間に半分、あ、そうなんですね、あ、分かりました、じゃあお願いします、じゃあ曲紹介を、何だったっけ、まさね、シャーデーだったね、そうそう、今書いたの、今広げようと、何だったか、シャーデーの何だったっけ、はい、スムースオペレーターか、はい、はい、じゃあすいません、聴いてください。いいよね、この曲ね。シックシック。じゃあ、面白い。こっち大丈夫かな、なんか。私のところのパソコンの、うんうん、その今、ツイキャスの配信見てるのが、うん、今めっちゃ途切れ途切れになってたので、あ、そうなんですね。あ、配信大丈夫かなと思ったんですけど。あ、本当だね。大丈夫です。あ、本当？うん、よかった、よかった。すごい。親父が全中継。なんかあの、私心霊スポット教えてとかが来たのかなと思って、この触りの子しか読んでない。はいはいはい。もしかしたら高校にか来ると、だからよ。すごいね、武蔵さん、おっしょいみたいなことで、ね、やっぱりさすがおっしょいだね。おっしょいはね、やっぱり逆に最高だわ。ね、そう、心霊スポット、でもあんま得意じゃないよね。うん、別にあえて行く必要もないしね。でもなかなか一応もう行かないといけないという時があって、そう行ったんだけど、はい、そう定期幽霊がいっぱいもさわ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 触ってきて、私はそのために生きてるわけじゃないけど、ちょっと待ってみたいな、ちょっと、ちょっと待ってってピタッてちょっと待ったけど、はい、だからそこに自分の過去性の自分がいたんですよ。そう、なんかそっちここにフォーカスなんかもう意識が向く、なんかわからないけどなんか通るっていうのがあるさ、よくなんか。マジそれで。そういうのってじゃあ、そういうとこから来てたりもするんですか？うんうんうん。で、ここ、そっちなんか気になるし、そっち通ってるのみたいな。そうそう。その時は私の場合は、その自分の昔の過去性って言われてるところの自分がいたから、そこの方の浄化をしに行った感じ。行ったらもう終わり。もう行かない。それ以来はもう、ないんですか？もうそこに行くっていうことはない。なんかそんな感じたりするのは、感じる幽霊とか。引っ張られる。ああ、なのない。もう、浄化したらもう。もう終わり。うん。そこにいる、いる、また昔のみたいな、自分がいるみたいな、言ってから、そしたらいっぱいここが定休でいっぱいいるじゃん。そういう、というところだったわけ。すごいですね。自分の過去性がいるっていう、なんか、なんていうんですか。なんか、この、なんていう。ああ、そっか、そっか、そう、あれ。うん。そう。服装もまた違うしね。うん、だったりするし、はぁみたいな、いるみたいな形で、そうそう。で、見せ回ったら終わりっていう形を、おととしかな、うん、なんかさせられたね。そう、だから、あの北部の方の、アスムー滝っていうふうに言われてるところが、うん、なんか聞いたことある。そこの方も あるんだけど、ここにも、そう、急に行って。いるみたいな。ポケモン GO だよね。すごいなんか。ポケモンさーみたいな。ポケモン GO だからよ。いる自分かみたいな。いるもんなんです。いや、これ。いないんだけど、そこの方に思いがものすごくね、やっぱり残ってたりとかするから、なんかそこの方を消化するっていうことをするんですよ。私の場合はね、他の方の方はわからないけど。わかんないけど、私の場合はそうする。なんか行かないといけない時もある。そのところに。そう、まあ一昨年行って全然それかはないけど、他のところに行かれたりとかないけど。ポケモン GO っていうこの例えが秀逸ですね。
最高だよね。まさに現代的な感じだよね。現代ね。私も現代やり方もね。見つけた見つけたみたいな。もう耳穴の時計。あと1分で曲終わるので、はい、終わったらじゃあまた喋りましょう。みんなで、はい、もうあと7分くらい。あ、本当。あ、はい、あ。これも聞きますね。聞くよね。うん。もうこの間の続きでまたカラオケ。先週。はい、シャーデーでした。最高っす。はい。歌ってましたね。カラオケになってました、ね、はいはい。はい。もうそれその感覚でしたね。はい、続きで。うん。うん、あ、余韻が。まだまだ。先週ですよね。そうそう。先週でしょ。あ、そうですね。あ、まだ何日かしかってない。今日何曜日ですか。水曜日？あ、木曜日か。あ、でもやっぱり1週間約。あ、そうそうそうですね。あ、金曜日か。うんうん、土曜日の話でした。土曜日でした。うん、あ、そうで、うちの80ジェイフェイスの。大事な、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 その話もしようかなと思いながらね。8月の24日でしたね。そう、西原町のね、はい、沢藤マルシェ。はい、ところの方の劇場とで、うん、そう、教えてる受講生の方が、のためのフェスみたいな形で、まあ、物販の方もね、はい、いらっしゃって、はい、やってる普通の何イベント、うん、イベントになる、はい、っていうところをやったんでしたよね。うん、そうでした。どうでしたか。はい、もうすごいちょっと天気の方もちょっと悪かったっていうところもありながら、相手もお客さん必要な方が来てたなっていうのはところすごくそれは思った。なんか急にね、そう、さっきだから看板直している時にちょっと風もやっぱり強かったんですよ。突風みたいな形でこうやってた時に去ってきた人影があったので、あっと思って、あ、これはっていうことを話したらやりますみたいな、私でじゃあ社長どうぞどうぞどうぞっていうことを案内して、スラピスさんが何言いまして、自分の直感でちょっと行かれてみてくださいって言って、行っていただいてセッションを受けたっていう、なんかすごく良かったっていうふうな形で。へえ、はい、その人はなんかもう来るべくして、ような感じだと思います。はい。っていう形の方も、何人かな、ちょこちょこいた、ちょこちょこ、ちょこちょこっていう形でいた。だから、まあ、それでいいよね。結果どうのこうのじゃなくて、やりたくてやった。あ、そうそう、そこの方で楽しいしねみたいな形やってる感じなので、やってよかった。はい、でもまたありますもんね。あ、ね、ありますもんね。次回ありますもんね。11月ね、4日あります。11月もこれ決定で。決定。はい、4日、11月4日。わかんない。もしかすると。前回の5月の時の方も3ヶ月に帰ってるから、5月の時も、県外の方の、で、私、知り合いになったセラピストさん、来ていただいてた、行きたいって言ったので、11月も行こうかなというふうなことを言ってたから、もしかしたら来るかもしれないし。まあ、それは彼女と私はまた来月会うんだけどね、私また来月名古屋と、9月は名古屋と大阪行ってくるので、ちょっとイベント名古屋でも会えるかもしれない。はい、名古屋聞いてる方いますかね。はい、あ、大阪も。今、ラントさん、さっきコメントくれた、ラントさんは愛知県の方だったと思いますよ。本当ですか、はい、来て、ラントさん。11月。あ、11月じゃない、9月だから、はい、そう、9月の。11月が11月、ね。そうそうそう。9月、私、すぐですよ。今月終わって8月だから、はい、何日行くんだったら15だ。15日が名古屋で、16日が大阪。おー。うん、すごい。
すごい。はい、生の私、ハジチに。はい、ありませんか？はい、前向きに、いいですね。はい、何かモヤモヤしてることがあったら、はい、はい、私が、はい、浄化します。浄化します。ちょっと言い方が。おかしいよね。もう絶対行きたくねえよ。絶対行きたくない。だけどね、ワッショイの方を思い浮かべて、ね、ぜひ来てもらいたい。そうですね。はい。ワッショイ。合言葉はワッショイお願いします。ワッショイ。はぁ、なんでワッショイわかるんですかみたいな話なんかも。自分が忘れてんだわ。急に来た時にね、急にお客さんにワッショイって言われたら。はぁ、もう多分。デジもドキドキしながらなるんですね。はぁーみたいな。ここよけなケンジンがいたみたいな感じになっちゃうんですね。いうような感覚、そう、つながるみたいな感じ。みたいな感じ。じゃあ、県外にも、ね、ハジチさん行かれるということなので、はい、皆さん、要チェック。はい。はい、他にもありますか、イベントちなみに。あ、今のところ入れてないな。あ、一つだけある。夜の、夜の。ぐし、はい、川の、レンタルスペースエールさんの方で、9月の20、え、もう終わり、うん、?9 月21日の、そうだよ、だからだ。はい、いけないんだよ、飲み会が。そう。夜の7時から23時まで。ここやります。ぐしかまで。短いこっちで。意味わかんない。お酒ありますよ、ここ。あるある。ちょっとじゃあ、検討しましょう。来て。面白いね。昼も飲むから、そこで。いいかもしれない。もう飲みながらリーディングするから、はい、何ですかみたいな。でもいいかもしれないですね。先週ね、この FM ギノの交流会でこう、はい、仲良くなった人たちに、実際にその、ハジチさんが、そうやってやってる姿を、絶対無理。何ですかって、またここ、ね、いつも、恒例の絵描いてが。何ですか何ですか全然目が開いてない。あ、じゃあ。させてください。させて。ちょっと目大きくしたい。目大きく。目ちょちょいだから。目ちょちょ知らないでしょ。目がちっちゃいの目ちょちょって言うんだって。うちな、うちな方言で。多分一部の人、一部の地域だと思うんだけどね。あと30秒。あ、30秒、嘘でしょ。あ、本当だ。もう嫌だな。早い。早いな。ずっと笑ってるしかないけど、意味がわからない内容で申し訳ないですよ。あ、じゃあぜひ、はじち。フェス、あれバージョンもしましょう、特番。あ、そう、はい、ね、まあ、毎回おね、お話いただいてるのにね。もう何人入れるんですか。何人でも大丈夫です。よし、行こうぜ。みんな、出たいって言ってるから。はい、その時お願いします。バイバーイ。ありがとうございます。あ、まなみさんありがとう。面白かった。え、武蔵さんまた入れていただいてる。僕の登場、挨拶。そう。もちろん。もちろんですよ。もう、レジ受ける。面白いもありがとうございます。ワッショイが、本当に。ねえ、こんなに盛り上げるワッショイね。反応する人もいないよね。こんなにワッショイ反応する。いつもなんか、こんにちは、ワッショイ。みたいな感じになるんで。なるけどね。全部自分に体内吸収、全部自分のものにする。ブッショイっていうのを入れたいのが好きだから全部吸収するから。皆さんありがとうございました。また、よろしくお願いします。